エースの対戦になりました。節がまず立ち上がりなんですが、見事なピッチングでした。そうですね、あの登板間隔が空いたにもかかわらずね、あのいつも以上のね、コントロールを見せてくれましたね。まあ、節に比べて今一つ今シーズン乗り切れていない涌井なんですけども、その涌井の立ち上がり、ノーアウト三塁からこの辺りで長谷川が突っ込んでくるんですよね。まあ、これはタッチがなかった、ということなんですけどね、ホークスが先制をします。その後ツーアウト二塁一塁となって、この吉村、今日はね、この吉村選手がね、僕ヒーローで あると思うんですよ ね、 なるほどね。非常にいいバッティングでしたね。ホームランも打ちました。で、3回です。ワンアウト満塁というピンチを背負いますセッツなんですが、バッターボックスは秋山、ピッチャーゴロ、ダブルプレー、ピンチをしのぎます。まあ、ここもね、ラインの中を走ったということでね、微妙な判定ではあったんですけどね、まあ、ホークスにとってはラッキーでしたよね。で、6回に来ました、セッツ。この回の先頭秋山、一塁キャンバスに打球が当たりまして、これ不運なツルスヒットになりましたよね。そうですね、もうこれはね、まあ、この回1点取られるんですけどね、まあ仕方ない1点ですからね、で、代打大崎がセカンドゴロ、その間にランナーホームインして2対1となります。さあ、僅差でどうなるかなと思ったんですが、その後ツーアウト二塁となりまして、浅村、これはね、超ファインプレーですよね。そうですよね。従って今日は長谷川に始まって、長谷川がこういうプレーをして、長谷川で終わったゲームだったですよ ね、 そして一方の涌井なんですけども、ツーアウト一塁三塁から6回、まあ、この回ですよ、吉村選手のね、やっぱり出塁と好走塁ですよね、ここからの5連打ですからね。そうですね、本田も続きましてライト前タイムリーヒット、4点目が入りまして4対1、ここで武隈にスイッチします。で、ツーアウト1塁3塁で長谷川、ライト前にタイムリーヒット、ここも長谷川選手です ね、そうですね、勝負強いですよ、当たりに当たっています長谷川です。で、7回は千賀は素晴らしいピッチングですよね。あの圧巻のピッチングを見せてくれましたよね、3者連続の三振で、この千賀投手今日も光りました。で、8回森福なんですけどもね、ツーアウト満塁から、これもね、ツーアウトから、まあ、連打を浴びてフォアボール、浅村レフトスタンドへ、そしてこのホームランですよね、まあ、ホームランが出れば同点の場面だっただけにね、で、5対5の同点に追いついた後、すぐさま変わった大石からこのホームラン、吉村、これもね、お見事、少しか言いようのないような素晴らしいバッティングでしたね。ですよね。で、9回から岩崎が登板したんですが、ツーアウト二塁から秋山、ライトへタイムリーヒット、ライオンズが、まあ、この辺りはね、つきましたよね、ライオンズの意地を、まあ、少し見ましたね、まあ、ツーアウトになってまでバントで送って1点をもぎ取りましたライオンズ。そして延長11回、このサヨナラヒットです。長谷川レフト前サヨナラタイムリーが出まして、ホークスがこれで、まあ、ライオンズ3立て、そして去年、先月の暮れから、先月の後半から5連勝ということになりました。貯金が2ということになりましたソフトバンクホークスです。